しゃっす、砂田です。今回は777人登録記念として、ちょっと実況プレイやってみました。で、ちょっとしょっぱなはちょっと、こんな感じの成績を見せたいなって思います。20デート17時間20分50秒。で、139,090キル。おそらく4,515勝ですかね。で、キルレが 2.24。勝率 2.53、SPM が535と。で、ショーケースはこんな感じになっています。で、あとはゲームモード。チームデスマッチ3187勝。で、勝率は 2.53。で、連続は27と。これほとんど野良でやってますね。で、このドミネーション。で、460勝して、これはパーティーでやってることが多いんで、勝率は高いです。で、フリーフォー。これはほとんど、ハンドガンのアタッチメントとか、そういうチャレンジ系ですね。で、サーチもこれは、フレンドとパーティー組んでいってるんで、勝率がめっちゃ高いです。以上ですね。あとはそんなに、ガンゲームが頑張ってこのタイトル、今つけてるタイトルですね。頑張って取ろうとした時に、入り浸ってましたね。勲章はこんな感じです。アトミック8の44セレリウム。で、あとは、バーっとあって、キルチェン4、ウルトラ6。ここら辺もほとんど GS で出してるんでね。そうですね。もうほとんど、4連フィールドとか、あと、リベンジとか、復讐者とか。で、スコアストリークはそんなにないんじゃないかな。共有。救援物資のか。救援物資なんてほとんど使ってないんでね。こんなのあるんだ程度ですね、ほんと。で、あとはアンチスコアストリークですね。レーダーしかほとんど GS 出てこないんで、カウンターと UAV の回数が多いんじゃないかという感じで。あとここら辺は、ルールごとのゲームモードなんでね、ほんと、あとハードポイントはちょっとやってたぐらいで、ここはあとドミネーションとか、あとこれは、勝利だから、あんまり変わんないですね。で、武器。で、アバカン。これがあるともうどこにでも行けちゃう。もう本気の時は本気のアバカンをね、出したり、出さなかったり。で、スカーも、純本気の武器ですね。でも遠く狙うって言ったらやっぱアバカンの方が精度いいんでね。スカー H はちょっと慣れてないと反動があるんで、アバカン使ってたらスカーに変えてた時、変える時とかそういう時はちょっと違和感ありますね。MSMC とかこんな感じバーっとだいたいチャレンジやってたんで。で、あとは C4 が12,000回投げてて4,000キル4回投げて1キルぐらいの感じで、あとはもうほとんど使ってないですね。あとはもうほとんど気分で使ってるようなもんなんで。で、スコアストリーク。UAV とカウンターとエルスト、基本ですね、これが。プラス、オビタルが、あったりとか、あとそこら辺のやつですね。もうここら辺はもうほとんど使わないやつですね。意識してやんないと。で、ランキングは、ちょっとランクも行った時に、今回はこんな装備でね、ジャケットタフネス、マスクと。で、今回はちょっとデスクつけて、近距離の戦いを強くしてみました。どうなるかわかんないですけどね。で、マップ、3人は少ないな。3人でスタートすると、どうしてもね、ステージによって、いいじゃないですか。新マップがあって、角待ちでもいいんですけどね、角待ちはちょっと皆さん見飽きてると思うんで、新マップ、ちょっとやっていこうかなって思いますね。で、ランキングですね。ランキングは全期間539、104,662 キル。で、45,930です。で、キルレが 2.28 ですね。なかなか強い人いますね。で、月間が511、まあ最近はスナイパーとかね、そういうなんかおちゃらけた感じでやってるんで、そんなに言うほど高くないです。とりあえず、まあ、今回こう、ああカラーでもなんかつけますかね。まあじゃあ水着ブルーでいきましょうかね。まあ、これもつけちゃって、さあこんな感じでいきましょう。さあ新マップですね。このステージ結構狭いんでね、僕がロードスターでやってたあの試合見てたらわかるんですけど、結構狭いですね。狭くて、まあやりやすいようなステージで、さあ行きましょうかね。まあ大体どこで右行ったら待たれてるんで、よくと言いますか、前回ちょっと前の動画のあれで、まあ、こんな感じでね。でここの右から結構出てくるんですよね。結構ここいなかったらやっぱこっちかな。これやっぱ待ってますよね。ここほんと開幕よく待ってる人多いんですよ。こんな時はクリアリング C4 ですよ。C4 のクリアリングは素晴らしいですからね。あとはもうやべ、バレましたね。今ちょっとバレましたね。おお危ない危ない。おおよかったよかった。ちょっとね逆をつこうかなって思ったら敵がやってきてくれて、おお都合でしたね。でこれで多分あっち固まってるんで結構いけるかな。まあ渋いですけど、まあこんな感じですかね。こういる、あえリスクあったか。あーなんかわあいた。おっとっとっと危ない危ない。おっとっとっと危ないですね。ほんと敵のリス1のところにいるとすぐ後ろ取られちゃいますからね。裏は取られませんけど、まああれは味方に任せましょう。ここですね問題は。なおかつあホストチェンジか。これってなんかあれなんですよね。なんかこれでうわ敵が抜けたって思うことがよくあるんですけど、なんか味方がたまに抜けてね、何なんだろうって思う時があるんですけど、こんな感じ。来ますねこっちから。あれここが多分リス1っぽいですね。なんかさっきの見てたら、おやばいやばい。あーたわやってしまったな。多分あそこリス1ですね。そんなにまだ把握まだしてないんで分かってなかったんですけど、まあここがリス1なのはもう明白ですよね。多分まだいますよね。ああこれはちょっと厳しかったか。多分いるのかな。あいた、やっぱりいた。これはちょっと注意不足でしたね。今のこの状況ですね。今日この状況多分右にいっぱいいるんですよ。いっぱいかな。一人か。あら少ない。で多分こっち側のリスに変わって変わってね。多分いるかなって思ったらいましたね。あこれラグい、危ない。なんで今のラグ。あいますね。まあでもあれちょっと UAV 出てるんでね、ちょっと落とさないと立ち回れないですからね。こんなことなんかよくわかんない。死んでるな。あっなに、ああちょっと2人は難しい。ポイントいただき、いやーカウンター惜しいですね、ほんと。UAV もカウンターも SPM 的に見たらすごい美味しいんですけどね。おっと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 、危ない危ない。うわ、後ろにもいたのか。これはさすがに。もう一人、痛い。ああ、ダメか。まあ、これ C4 でね。最強 C4 さん。おっと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 。ああ、知らなかったらよかったな。お、いますね。よしよし。でも、ここで殺しても多分僕の後ろから湧いてくるんですよね、やっぱり。あ、やられてますね。ここにいますね。で、今上の方に赤点が出たんで、多分向こうでリスポーンしてると思うんですよね。おお、あー、横のルートと、いやでもそういうことないよ。ない、よし。で、外側に来てて危ない。で、あっちいますね、今の。嘘だ。ああ、ジャンプしないで。ああ、よかった。いや、EMP グレネード受けてるとね、本当に分かんない。本当にどこで誰が敵なのかも分からない。よくサプレッサーのね、味方にこう振り向いてしまう、そんな感じ。おお、ナイスです。まあ今回はこんな感じで実況プレイ終わりたいと思います。お疲れ様でした。